この15日なんですけれども、さすがに危機的な状況がもう高まっておりまして、原子力資料情報室ではですね、16時に深刻な事態を対応するために放射線レベルと気象条件の正確な情報を求めるとともに、なるべく遠方への移動をすべきという声明を出しています。それから17時にはデイズジャパンの広川さんが福島原発周辺の放射線測定値の結果ですね、50キロ圏内でも高いところがあるとしてですね、妊婦子どもの優先的なですね避難指示の拡大をするように、要請するようなコメントを出してらして、で実際この時点でですね、例えば米国とかフランスとかですね、海外でももちろんその避難の動きというのはすでに、もうかなり前日ぐらいまでに、広がっていて、本来ですとその避難に関してもですね、別にその専門家とかデータとか抜きにして社会的事象としてそういうことがもう起きているわけですよね。でそういうことを伝えることも十分できたのですけれども、私が見る限りほとんどそういった例えば海外に米国大使館がどういう情報を出しているかとかですね、あるいはそのやっぱり市民団体のこういった声明文とかですね、早い時期からやっぱり情報が出てないんじゃないかって声明を出しているところもあったわけで、そういったこう情報ソースの多様性みたいなところがやっぱり一貫して、現時点もそうなんですけれどもすごく少ないと思うんですけど、小田切さんそこら辺はどういうふうに思われますか？例えばさっき東電さんじゃないですけど、東電でも実は本社と福島事務所、要するに福島事務所の方はもう本当に13日か14日担当者がもう泣きながらこう心苦しい思いをさせて申し訳ないでっていうようなことも含めてこう謝罪しながら、いろんな情報を出しているわけですよね。できっと東電の本店よりもある種多様な情報を出してて、要するに東電一つとっても、福島と例えば本店では非常に重要な情報の中でどういう違いはないのかっていうようなことであるとか、ホワインであるとか、あとは県であるとか、要するにニュースソースはまず多様に確保して、でそれを分析する専門家もその一人二人ではなくて、やはりこういろんな見方ができる専門家、例えばそういう情報をこう伝えるっていうようなことに詳しい専門家も含めて、もちろん放射線医学であるとか、原子力工学、いろいろな、要するにそういうことをきちんと確保できするっていうのが、要するに番組の信頼性っていうのか、それは僕は番組のプロデューサーの仕事だと思うんですよね。一人二人の専門家に頼って、そのお伺い的なインタビューをするっていう、非常にこういう本当に命に関わる状況の時に、そういう報道の仕方っていうのを、やはりこう要するに通常の延長線上で僕はやっちゃったんだと思うんですね。これまでの延長線上で、要するにもう世界で初めてですよね、複数の原子炉でトラブルが、スリーマイルもシェルノブイリも非常に事態は深刻ですけど、単独の事故だ、そういうようなことをこう冷静に考えれば、それにどう対応するかっていうことがおのずからやはりこう方向性だとか出てくるはずですよね。そういう意味では非常にこう通常のっていうか、今までの延長報道情報番組の延長線上でやってしまったと、いうことですよね。である局の人に言ってましたけど、例えば原子力情報資料室の人をゲストに呼びますというと、もう言葉でははっきり言わないけれども、その質問が出ると、上の方からね、社内でですね、社内でね、要するに今度何時から何時の番組では誰呼ぶことになったんだと、誰々ですと、上から何もないときは言わない、それでいいっていうときは何も言わないと、大丈夫かとか、どういう人なのとか聞くと、この人はダメなのねって、あうんの呼吸みたいなことですよね。非常にこう問題があるなと、広川さんはこの、15日 の時点でその、妊婦子どもの避難について言及されて、今まさに現在
広川さんたちはそういうプロジェクトをされて、まあ、後からご紹介したいと思ってるんですけれども、この時の思いっていうか、どういうふうな、まあ、苛立ちとかいろいろあったと思うんですけれども、やっぱりその、まあ、今ね、小田切さんが多分過去ないような大変な事態になって、私はまあ今現在もそういう事態だと思ってますけれども、そういう認識を、ね、持って報道している、何かこう、まあ、社内の方針というか編成方針をここでね、私たちもこういう事態だからこういうふうにやっていこうというふうに決めて、やってはいなくてっていうお話でしたけれども、おそらくその広川さんはその緊張感を持って現場にも行かれて、こういうものを発信されたと思うんですけれども、そういった時の、まあ、苛立ちとかこう発信した時にどういうふうな思い、まあ、今までも続いていらっしゃると思うんですけれども、その前に、チェルノブイリとかスリマルとか行って、まあ、スリマルなんかすごく典型的なんですけど、事故が起こってすぐにその地域の保健局長がその女性と特に妊婦と子供を逃がすんですね。そのことで彼は怒りを買うわけです。つまり原子力を守らなきゃいけないと思っている人たちにとっては、国とそれから原子力産業にとって怒りを買われて、それで彼は更迭されるんですよね。それで保健局長が更迭されて、新しく保健局長になった人間がやったことっていうのが、そのあたりはがんの発生率も全米と一緒だっていう、そういうことをそこで発表していくっていう、それで住民はおかしく思うっていう、なぜそのことになるのかわからないだけど、よく調べていったら人口の水増しが行われたって、つまりその5マイル圏のがんの発生率を調べるのに人口だけ15マイルまで広げてしまうと、そうすると全米と同じになってしまうという、それでこのテレビとかそういうのところでもそういうようなことが言われてて、スリマイルでもがんの発生率はないんだという、それでチェノブイでも同じようなことがまた使われるわけですね。あの時に実際に死んだのは28人のその急性放射線障害の人と、それから15人の小児甲状腺がんしかないんだと、たったこんだけしか死んでないんだから心配しなくていいんだっていうようなキャンペーンが行われる。それもまた作られたキャンペーンですね。彼らは実際にはたくさんの人を調べればそれだけ被害者が多くなるから、だからほんの数百人の人間だけを調べて、それで安全だみたいな宣言を出していくっていうようなことを数字のからくりやって、それで今100ミリシーベルト以下は病気の人間は出ないんだとか、20ミリは安全だとか、そんなことを言ってるけれども、じゃあどんだけの人間をどういうふうに調べてやったんですかっていうことを調べるようなメディア一つないわけですよね。みんな偉い先生が言うから、それはもう全部もう世界中の権威者の認めてることだと思ってるけど、だけどそんなことはもうちょっと調べたらいいわけです。一体何人調べてどうなってるんですか、どういう結果になってる、そういうふうに考えてくると、前の今までのスリーマイルもチェルノブイリもそういう、今回もですね、事故を起こった後のやることっていうのは、この事故の意味っていうのはどうですか、すごい単純化してやると、結局その人々を人質にして原子力産業を守ったっていう、そのことでその一端をきちっと役割を果たしたのが報道だった、メディアだった、そのために発表、そういうことをなんか裏付けして大丈夫だっていう、安全だっていうことを言うための人間だけがそこに動員されていった。だから僕、犯罪のことはそこで表でキャスターたちとかそういうのを喋ってると、その場所じゃなしにその背後にあるというものですね。誰が選んだのかっていうところで、あれだけの全局が全部合わせてああいう人間たちを選んでいくっていう、そのことに対してこれじゃダメなんだっていうジャーナリズムはどこにもなくって、それは国とか原子力産業のその広報のなんかチャンネルでしかもうなくなってしまったっていう、それが現在も続いてるわけでしょ。だから人々がまだ今でも人質になってるじゃないですか。ああいう今でも郡山のある小学校とか幼稚園では15分間外に出ちゃいけないっていうようなことを言われてるっていう、そんなところにわざわざなんで会話をするんだっていう、だけどそれでも人々をそこから逃がそうとは誰も言わないし、だからそういうふうに逃がしてしまったらそこは危険だということを認めてしまうから、一旦出した安全宣言で原子力産業を何とか守らなきゃいけないと、特に今は原子力産業、世界中の原子力産業の危機だ、守るのは人々の命じゃなしに産業なんだっていう、それがもう徹底して行われているわけですね。まず原子力発電所の周辺、まあ、堆肥の外側20キロから外側の近い部分について、
文部科学省がモニタリングを開始をしていただきました。その具体的中身については文部科学省から発表をしていただいているかというふうに思っております。また詳細な具体的な評価は保安院あるいは原子力安全委員会の皆様方の方の専門家の立場からご報告をしていただくべきかというふうに思いますが、本日測定をされ発表をされた数値については直ちに人体に影響を及ぼす数値ではないというのが概略的なご報告でございます。直ちに人体に影響を及ぼすような数値ではないというのが現在の概略的な数値の状況でございます。建物の中にいてください、あるいは20キロより内側については外に出てくださいという状況の指示をいたしてはおりますが、現時点ではここで観測されている数字はそこの地域で外で活動をしたら直ちに危険であるという数値ではございません。そのことはぜひ多くの皆さんにご理解をいただければというふうに思っております。ではここからは原子力担当の水野解説委員に聞きます。水野さん、先ほどの枝野官房長官の記者会見ですが、まずこのモニタリングの数値について発言がありました。そうですね、このモニタリングの数値といいますのは、文部科学省が発表したんですけれども、原発から20キロ余り離れた地域でですね、これ昨夜の段階ですが1時間あたり最大で 0.33 ミリシーベルトという値が出ています。最大でですね、はい、で30キロから60キロ離れた地域では最大で 0.0253 ミリシーベルトと、はい、まあ、普段よりもですねやや高いものの、まあ、直ちには健康には影響のないレベルだということを強調していました。はい、で屋内退避の指示が20キロから30キロの範囲内の方には出ていますが、もちろん建物の中になるべくいてくださいということですけども、この20キロ余り離れた地域で1時間あたり最大 0.33 ミリシーベルトというのは20キロよりも離れていますので屋内退避の範囲ですけれども、はい、この値だからといって外で活動したら直ちに人体に影響があるものではないと。もちろんこれ365日ですね、ずっと外にいるということになると影響は出るかもしれないが、まあ、一時的に家から外に出てですね買い物に行ったりということでは全く差し支えはないという値であるという説明がありました。はい、で物資についても、まあ、物流、まあ、物を届けることもしてほしい、ね、ということも言ってました、ね、ですので、その屋内退避の範囲内20キロから30キロの範囲内を、まあ、車で物資を運ぶために通過するといった行為は全く問題ないですし、それから会社に行くとかですね、そういったことも全く問題ないという値であるので、あまりそう怖がったりというかですねいうことはしないでほしいというお願いですね。全く怖がったりしないでほしいというのが毎時 0.33 ミリシーベルトなので、まあ、330マイクロシーベルトという、まあ、今考えると改めて冷静に考えるとものすごい高い数値なんですけれども、この中で南だけに行って北の方は大丈夫ですとかって言ってるんですけど、これが当時の15日のですね、放射線効果量のその試算で原子力研究開発機構が出したものなんですけれども、この頃というのはちょうどいわゆる飯舘村とかを襲った放射線プルームが、まあ、北に行ってこう南に降りたというですね、そして中通りの先ほどお話が出たような福島市とか郡山市に大量に降った時で、皆さんこういう話を聞いてですねよくお話を聞くのが、子どもたちをですね当時断水があったので水を取りにですね給水車に子どもたち、まあ、1人1個ずつしか
そのポリタンクでもらえないので子どもたち全員動員してまあ取りに行ったというような話とかいろいろ聞くわけですけれども、そういう意味ではこれは20キロの話ですけれども、実は50キロ60キロ遠くまで非常に高い線量が飛散していたということなんですけれども、これはこの間 その NHK のですね、検証番組に少し触れてたんです。この時期にやっぱりスピーディーというものがその NHK の例えば科学文化部の間ではどういうふうに認識されてたのかなというようなことも疑問に思うんですけれども、この辺例えば小田切さん何かお聞きになったりというような情報はありますか。いや具体的には聞いてないんですけど、その、それはもうね、原子発を取材している記者にとってはもうそういうスピーディーというものがあるんだということはもう常識として把握しているわけで、あの混乱の中でいやそこまでなんてちょっと考えが回らなかったっていうようなことなのかもしれませんけど、要するに基本となるデータって言いますか、どういうところで原発にどういうデータがこうあって、基本的なデータはこういうこれだけの種類があって、こういうところでこういう計測してるんだと、きちんとこうそれはもう把握してるはずですよね。で そこでその多角的にさっきも言ったような形で情報収集をどうしてしなかったのかな、そういうことの存在に触れなかったのかな、非常に不思議ですよね。要するに単線報道なんですね。要するに伏線ではなくて、その要するにもう非常にこう別の言葉で言うとこうマニュアルっていうのか、そのに沿って、それに外れないようにこうレールに外れないように、一方通行っていうか単線の鉄道をこうある方向に向けて、走っていくみたいな報道ですよね。どうしてなんだろうな、あれほどの変な話、その先ほど言った分厚い取材制作の手引きの中で結構原発に触れてるのは結構それなりに何行とか十何行というレベルではなくて結構きちんと触れてるわけですよね。ああいう状態の中でそのどっかにしまったその取材制作のテープ読んでる場合じゃない、それを言うこともあったんでしょうけど、日常的にそういう先ほどの予定校の話じゃないですけどということができてたとすれば、なおかつ なおさらそういうところにこういろいろ目配りっていうのか、本来であれば記者の本性といいますか記者根性っていうことで言うとそういうところに行くのが僕はもう自然なんじゃないかなと思うんだけど、どうしちゃったのかな、率直なところをもうそう思いますね。僕はもう週刊誌とか月刊誌とか雑誌、活字で、記者クラブっていうのをあまり体験してないからかもしれないですけど、なんともこう説明がつかないっていうのか、普通こう記者の基本であるとか、あんまり根性っていうのも僕はあんまり好きじゃないんだけど、その そういう多角的な、こう取材ルートでいろんなルートを考えればそういうところに行き着くはずですよね。結構スピーディーのことなんかって、比較的福島の局なんかではもう 3.11 からもう3日4日の間にもその話題にはなってるわけですよね。当然ですよね。NHK は去年いろいろな賞を取った、ネットワークで作る放射線地図というですね、七沢清さんが中心になって、七沢さん自体が原発の問題をずっと取り組んでいたということで、ある意味ちょっとこう左遷的にというかというふうに勝手に私は認識しているんですけれども、NHK 放送文化研究所というところにいらしたのがその事故の後に呼ばれてですね、その、ETV 特集で番組を作ったと、はい、で番組自体は
素晴らしい番組なんですけれども、一つは本来4月に放送するべき内容だったのが5月に延長させられたっていうのがね、あのプロメテウスの罠にも書かれているんですけど、やっぱり一つもっと早くに放送できなかったっていうのがあるんですけれども、あの番組の中で例えばその高い放射線量をあの確認したりですね、あの浪江の地域でも非常に高かった、あるいはそのプルトニウムなんかも検出するようなことをしたっていうのが、本来ニュースとかでですね、もっと早く番組になる前にですね、あの断片としてもこう出せるようなことが、まあ、NHK というのはもともと番組の制作と報道というのが非常にこう対立しているあの組織なので、そこのところの問題もあるのかもしれないんですけれども、実際にはその記者クラブに属してないようなね、そういう番組のディレクターが自分独自で、ちゃんとこう車に乗ってモニタリングもして、非常にこう移動自体をですね把握して、それを後からまあ番組に作ってると。ただし番組自体はもちろんその評価すべきなんですけれども、報道としてですね、それをもっと早くにできなかったものかなというのも、あの課題として私はまあ、あのなんでこれを3月中に断片でもいいからできないのか NHK がというのを強く思ったんですけど、こういうあたりは伊藤さんはどのようにそのあの NHK のその制作報道のその私も率直にそう思うんですね。で、まあ七沢さんにもですね直接その話を聞いてですね、どうなっていたのか、あの番組を取材している中でですね、もっと早い時期にですねニュースとしてですね、被爆の状況についてですね報道できなかったかということを直接あの七沢さんにも聞いた時があるんですけども、まあ、実はあの番組を制作したグループはもちろん早く報道したかったわけです、はい、したかったわけですね、うん、でところがですねやはり、今、ちょっと指摘があったようにですね、七沢さん自身が NHK の中でなかなかそういう発言力を発揮する立場になれないというですね、むしろ七沢さんとかの番組に関わった人たちをですね NHK 内部の中でやっとこう排除していくというですね、なかなか取り上げてもらえないという状況がやっぱり現実にあったわけですね、うん、ですからあのどうしてあの番組をあれだけ制作してですねもっと早くできなかったのかという時にですね、まあ、こう疑問が常に湧くわけですけど、やっぱり NHK も一枚眼ではなくてさまざま葛藤の中で動いているということだと思いますね。きっとね、要するに軌道修正を徐々にしていったんだと思うんです。さっき の最初はもうほぼ2日間あの科学文化部でいうと山崎記者が出ずっぱりだったんですよね、まあ、それはさすがにまあ体力的な問題もあったんですけど、まあ、水野さんを出すことによって少しこう軌道修正してで、で専門家も徐々に、まあ、あのラジオなんかね比較的早く鎌田実さんだとか別の専門家出してあれやっぱりラジオだからこういうことを言えるんだろうなっていうようなことをこう、うん、要するにあのよく NHK が使う手としてその徐々に軌道修正していくんですよね。で様子を見ながらであのラジオとか例えばジュースで言うと比較的総世帯視聴率が低い時間帯のニュース番組でちょっと使ってみて様子を見て、まあ、様子を見るというのは視聴者だけではなくていろいろ永田町とか霞が関も含めて様子を見て、徐々にこうメインストリートに出していくってい う、まあ、そういう、まあ、ある種非常にこう NHK らしいというか巧妙なやり方の中の延長線上でいくとまだ4月の段階で、まあ、ネットワークで作る放射線地図のような番組を出すっていうのはちょっと早いというようなあの要するにこう上のこう徐々に軌道修正していく時のその、まあ、判断が僕はあったんじゃないのかなというふうに思いますね、うん、あの水野さんでさえ僕はびっくりしたのは NHK の人がそういうことを言っちゃダメじゃないって僕はもう本当その人にも言ったんですけど、あこれで水野さん東電に出入り禁止だねと、要するに感覚としてはそういうことなんですよね、まあ、それはその取材する側 の、まあ、あの組織ではそういうことなんでしょうけど、それって視聴者にとってどうなのよっていうことをやはりこう、まあ、取材する現場の記者にしてもディレクターにしても考えていかないと、公共放送って何なのっていう
もう根源的な話になりますよね、うん、まあまあ、もちろん民放僕は公共放送、うん、公共的な役割を持っていると思いますけどね。ちょっといいですかね、はい、先ほど の、 あの江田野さんの会見のところ、はいはいはい、直ちに一番最初に行った時の会見ですね、で実はやっぱり16日のこの会見が決定的だと思うんですね、はい、であのテレビの中でその、まあ、文科省がですねモニタリングをしてっていうのが公式というか、まあその政府の発言として出てきたのはこれが一番最初なんですね、はい、そうですね、16日の、はい、16日のこの時間が一番最初なんです。それでこの時に先ほどもあったようにですねその詳細な評価は保安委員安全委員会の皆様専門家の方々から報告していただくべきかと思いますが、本日測定された発表されたその数値につきましては直ちに、人体に影響を及ぼす数値ではないというふうに言って対応しませんということをここで明言しているわけですよね。でところが20キロからちょっと離れたところでもう、飯舘村含めてですねホットスポットが形成されていることはもうすでに分かっているわけですここで。しかしそれに対して直ちに人体に影響はないということを繰り返してまさにここにまだいる人たちをですねいわばもう捨てたっていうですねいうくらいの非常に重いこれは会見だったと思うんです。でこの、16日の17時55分にこの形でですねそのモニタリングの話が出てきたわけですけどそれ以前は唯一テレビ朝日でですね解説を行った方がですね、はい、モニタリングというのはしていませんという趣旨でモニタリングに言及しているだけなんです。テレビではですから先ほど小田切さんもおっしゃったようにこれに関わっている人たちがスピーディーを知らないはずは絶対ないはずです、うん、ところが全くそれに触れずにここまで来てしまっているというですね、うん、これは本当に重要視した方がいいと思いますね、うんうん、最後に見ていただくのがですね、まあ、こういったその今あの NHK の報道の、まあ、この時点での集大成緊急報告福島原発ということで3月16日のですね、20時から特番を組んでるんですね。でこれ、最後に見ていただきたいというふうに思います。いまだ被害の全容が把握できていない東北関東大震災、帰る場所を失って避難生活を余儀なくされていらっしゃる方34万人を超えました。苦しく辛い日々が続いております。そして今深刻な危機をもたらしておりますのが福島第一原子力発電所です。少し心配と言いますか、例えばこれまであった原子力発電所の事故との比較なんですけれども、例えばそのチェルノブイリの事故ですとか、あるいはスリーマイル島の事故ですとか、こういうのと比べて現在の状況というのはどう見ればいいんでしょうか。はい、この福島第一の事故の場合には、チェルノブイリの事故とは本質的に異なります。でチェルノブイリの事故の場合にはその原子炉の止める冷やす閉じ込めるという機能があるわけですが、もともと設計で閉じ込めるという部分がなかったと、これが一つ大きな違いでございます。でそれから止めるということができていない、つまり、チェルノブイリの事故の場合にはほんの短いその秒のオーダーで出力が暴走し、爆発火災が起きてで大量の放射性物質が散布したという状況になってます。でそれに対して、今回の福島の事故では地震直後に全ての原子炉が安全に停止している、はい、でそれから構造機器が、健全性を維持していると、うん、でその後比較的時間が経ってから、うん、その崩壊熱を冷却すると、うん、ここがうまくいってない、うん、でしかしながらなお、格納容器それから圧力容器、はい、これが維持されていると、うん、そういう意味では、止めるということが機能している、うん、で格納機能もきちんと維持されていると、うん、でそういう意味でチェルノブイリと全く違うような、うん、様相であるということであります。チェルノブイリよりはもう全く、はい、チェルノブイリのようなことでは今ないということですね、はい、スリーマイルの事故と比べるとどうなんでしょうか。はい、スリーマイルアイランドの事故は、うん、原子炉の、停止後に炉心が冷却材喪失になっているということに数時間の間気がつかなかったと。でその結果炉心の半分以上 70% と言われてますが、それぐらいの燃料が、数時間のうちに溶けた。
でそれが原子炉の圧力容器の底にたまったわけですけれども、うん、なおかつ圧力容器の底にたまった溶融した燃料が、冷却されてその段階で事故が終了しております、うん、で、それに対して今回の事故は状況がまだ十分把握できてないところではありますが、うん、まだそこまではおそらく至ってない、うん、でただ炉心が損傷しているのは間違いない状況でございます、はいはい、でそういう意味から言いますと、うん、スリーマイルアイランドの事故と同等程度のことは起きていると、うん、ですから今の段階で、きちんと冷やして、うん、で事故を収束させるということによって、スリーマイルアイランドの事故あるいはそれ以前の段階、うん、それよりも、深刻でない状況でとどめると、うん、そういう努力が必要であると考えております。先ほどチェルノブイリとの比較で、はい、容器今お話しいただいていたのはですね、大阪大学大学院工学部研究科教授の山口明さんなんですけれども、山口さんも先ほどの岡本さんと同じく保安院のストレステスト意見聴取会の委員とかあるいは核燃料サイクル開発機構の、ね、まあ、出身の方でですね、三菱重工系の会社からこの方も3385万円の寄付を受けているということで、まあ、今回その市民の側からですね批判を受けていらっしゃる方なんですけれども、この方はこの段階でこういうふうにおっしゃってるんです。去年の秋に脱原発これでいいのか日本のエネルギーっていうテーマで講演されてまして、原子力は効率がよくベストミックスを簡単に捨ててはいけないというふうに訴えてらしたということで、もちろんその事故が起きる前と起きた後と全く多分スタンスが変わっていない方だと思うんですけれども、これがその16日のまとめの時のですね NHK の特番で放送されていたわけです。で、ちょうどその16日で本当に放射線量が高まっている時期で、今までちょうど1週間弱とか5日間を見ていただいたんですけれども、広川さん、わずか5日間だけなんですけれども、これ現在にも、今まさに、山口さんのを見ていただいたんですけれども、構造としてはメディアもそれからその原子力推進するというような立場の方も変化がないように感じるんですけど、広川さん、今までのその改めてですね18本のビデオを見てどういうようなことをお感じになっていらっしゃいますか。例えばアフガンが爆撃されたときに朝日の記者で朝日の社説があれはやむを得ないっていうふうに書いたときにそれに抵抗して辞めた人がいるじゃないですか。今度の一連のその各局全部の中で僕の知る限りたった一人も辞めた人がいないし、全ての局が自分たちのちゃんとした反省番組を一つも作ったことはないっていう、それらしいものは作るけどあくまで自分たちのちょっと安全圏に置いといた、そういうような反省ですよね。だからこれはもう本当になんかメディアそのものが一体どんな何を一体なんでこんなことになってしまったのかわからないぐらいだけれども、でも一般の人たちは事故が起こってしばらくもうこの1週間の間のことを見てて、ほとんどの人たちはもう今政府が信用できないし、保安院が信用できないし、メディアも信用できないし、そして医学者たちも信用できないし、どうしてあの時最初に安定要素剤を飲めっていうことをちゃんと言ってくれなかったんです、どうしてあの時にちゃんとね、万が一というふうに考えるんだったらどうして早く逃がしてくれなかったんだと、そしていまだにそしてあそこに閉じ込めておくんだと、そういう問題に関してみんな不信感のもう全くの塊なんだけど同時に諦めがあるというのか、この国はもう変わらないんだというそういうところに置かれてしまってますよね。出口がないところにも置いて、そういうところでもっとあの時に事故直後にあったようなそういうバッシングがもっと巨大で柔らかいバッシングがもう日本国中を覆ってるみたいな、そんな感じになってますよね。でメディアそのものも自分たちがあれで良かったんじゃ、あれでは良くなかったと思ってた人間でさえもきちっとした反論するよりもそのなんか柔らかい真綿の中にくるまれて、それで何か機会を伺える時が来たらなと思ってるけれども、
そんなこと結構ないんですよ。次の 3.11 ってのは明日起こるかもわからない、うん、その時にこの人たちが今の形で何もできないんですね。スピーディーのことだと同じで、みんながあのチェルノブイリの事故の時だって、みんな最初は気候のせいだ、全体の組織のせいだって言いながら、だけどだんだん人間のせいにして、それの裁判をしていくっていう、それも今度は曖昧になっていきますよね。動揺してたからああいうふうにせざるを得なかったっていう、だけど動揺なんて言ったらスピードを、あの時に気がつかないということは、まるで火事が起こっているのが分かっている時に消防士たちが火の見櫓に登ることを動揺して忘れているのと同じことなんです、スピードを使わないということは。なんかこういうような、もうこういう、これは一体何でだったら、それ一人一人の問題じゃもうないんですよ。もうこの人たちとかこういうシステムとか、そういうようなところが全部原発でなんかこうぬるま湯の中で、それで自分たちはいつ間にか何を守るか忘れてしまっているような、そんなところに全部置かれてしまっているという、そういうような状況の中で、私たちはもっともっと危機感を感じなきゃいけないし、最低その人たちがはっきりしていることはもう分かっていて、あの人たちは私たちを守ってくれないと、次に爆発したとしても守らないんだと、じゃあどうするのかということを、自分たちを守らなきゃいけない、そういうような方法というのはどこから見つけていくのか、どこから一つ手をつけていくのか、もう具体的にあの時に事故が起こって逃げたっていう、その判断した男は正しかったわけでしょう。それから県がそういう陽動剤を飲ますなというふうに言ったけれども、それに反対して自分たちの意見で、自分たちの判断で飲ました三春町、はい、あの三春町の人たち、あの子の子供たちは、自分が子供だった時にあの三春町にいてよかったっていう、それだけもうなんか不安がスッとこう軽くなるような、そういうような思いをした。それはしかし後々にすごい怒りを買うわけですね、県の。でもそういうような、全てその法律とか、それから大きな巨大なそういう機構、国、それから県、それから医師会、そういうものに反対しなければ自分を守れない。しかしそれでやっていこうと思うと、本当にもう大変なことですね。家の中まで圧力が来るから。だからそういう中でも、自分のお母さんたちが今自分たちの子供を守れないような、そういうような状況も今あるわけですよね。逃げること自体が犯罪であるかのように思われてしまうというような、そんな状況があるわけでしょう。だからそれは今本当にもう、そういう人たちが自分の生存の権利をかけてやるということ、それの方が正しかったんです。あの時から正しかったんです。自分が自分の生き方を決めるという判断にしなきゃいけなかったんですね。国の判断とか、それからそれから電力会社だろうが国だろうが、それからそういうものの判断全てが間違ったということが証明されたわけです。ましてメディアさえも間違ってしまってて、だけどいまだに間違ったということは言わない。それで原発を守るためにはじゃあどうしようかって、あんだけ事故を起こしてても こんだけの被害にしか出てない、これだけ安全な日本の原発というので、また売り込もうとしたりしてるわけでしょ。めちゃくちゃの国ですよね、ここは。恐ろしいところで、ここでだから国やそういう電力会社や、それから医者たち、医学者たち、そういう人間たちと自分たちは運命を共にしようと思っていけないし、その人たちが安全だということを信じちゃいけない、信じてはいけないし、だからそういう時に今本当に爆発シーンを撮ってたカメラがあるじゃないですか。よく撮ってたなって本当にとっても嬉しいわけですね。しかもそれを4分か何分間かわからないけど、よく流してくれたと。だからあれがもしなかったとしたらどうなりますか、うん、確かに何もなかったことになるんですよ。その後もあそこをもう全部を、そういうような小さないろんな偶然の抵抗というか、そういうのがある、あるいはやらなきゃいけないことこっちじゃないかと。ジャーナリズムの魂っていうのが人間を守ることだったら、人々の側に立つような人たちもその時ところどころにいるわけですね。 NHK も全体にはひどいところだけれども、そこの中で小さなあるわけでしょ、抵抗が。その抵抗がなんか少しずつ影響し合って、それで今本来だったら20年前だったら25年前だったら全てを覆い隠して安全だ、誰も病気にもなってないと言って、しかもあそこのものすごい放射能のところでも今の詰まし忘れられたかもわからないけど、そんなこともできないような状況に持っていってるのは、そういう小さな偶然と小さなところでの抵抗が集まった。あの女の人たちが、福島の女の人たちが自分たちで砂を持って、それで文科省に詰めかけなかった、一体どんなことになってたのかってね、みんな自分たちの子供を守ろうとか、そういうようなところで立ち上がって、かつてはないことが起こっていったわけで、一人一人の人たちが
機械を買おうとするっていう、そういうこともそうだし、ネットを駆使してそれから情報を回そうとすることもかつてはなかったことだし、だからそれはあの彼らの誤算なわけです、ね、だけど誤算だけれどもそれをもみ消すためには邪魔なものだから、それも一生懸命何とかしても潰そうとしていくわけでしょ。だからそういうただ中にあられて恐ろしいような敵に我々は囲まれてるし、私たちが命よりももともと事故が発生した時からまずやらなきゃいけないのは原発を守れと、それで人々を守らなくていいっていう、そういう精神で今までずっと続いてきたし、それでメディアもそれに全くその背中を押したっていう、そういうことだと思いますけどね、うん。小田切さん、まあ、今ね、その、まあ、小田切さんはずっとこうテレビ批評というか、まあ、放送批評懇談会って、まあ、主にテレビがやっぱり中心になってくるわけで、まあ、その中で、まあ、非常にまあ強い不信感というのがやはり311こう生まれてですね、まあ、今日ももちろんあると。でその一方で、でもそれでもやっぱりテレビというのは非常に影響力が強いのことは、まあ保持し続けているので、今広川さんがおっしゃったこともですね、一部の人には該当するけれども、もちろんそれ以外の情報に接触してない方も大半なので、そこの情報ギャップがどんどんまあ生まれていると。でやはりこのね5日間6日間のこう映像をご覧になってですね、何をこう一番感じて、あるいはそのこの事態をですねよりよくっていうか、まあ広川さんが提起されているようにも、おそらくそのこれはまあ、日本の戦後じゃないですけど、やはり必ずや反省があって、それに対してこう次のね、多分志っていうのが出ると思うんですけど、反省しないとそのままずっと言っちゃうっていうのが世の常なんですけど、今回もですねそういう可能性恐れも十分あるわけなんですが、どういうことを、まあ、今すべきだというふうにお感じですか。そうですね、まあ、いろいろ各局の、まあ、報道政策の人たちに個々に話を聞いていると、非常にこう問題意識を持っていたりとか、まあ、いろいろこう取材倫理であるとか、こう報道の役割であるとかっていう考えている人がいるんですけど、どうして組織になるとこうなっちゃうのかなって、まあ、ずっと僕は疑問に思ってたんですけど、例えば検証テレビ報道の現場っていうのもだいぶ前に出した本で、まあ、そこに、まあ、解説してくれた、まあ、専門家の方もその要するに個人と組織の在り方をこの本は書いてるんだ、まあ、まさにずっと僕はそういう問題意識で、まあ、テレビっていうのを見続けて、まあ、現場の人に話を聞いたりローカルの現場に行ったりしてきたんですけど、要するに個人の問題意識と組織の劣化っていうんですかね、が行き着くところまで行き着いたのかなという一方で、僕はきっと、まあ、学生だとかいろいろこう話してて感じるのは、その要するに今までは例えば NHK であるとか何々新聞であるとか、まあ、TBS であるとか、そういう要するに局に対する、まあ、ロイヤリティというか、まあ、あそこの局だったらまだマシだろうみたいなところが、今度はきっと、まあ、今回それを飛び越えて、要するにあの局のこの人たちが作る番組はまだ信じられるというか、視聴するに足りるという意識になってきて、で、局だけではなくて、例えばネットなんかでもまあ、いろいろこうありますけど、こういうビデオジャーナリスト、こういうフリーのジャーナリストが関わってる番組はやはりこう信頼に足りるっていうのかね、まあ、そういう個々のそういう動きがこう横にこう、まあ、どうつながっていくかっていうのがこう、まあ、これからのっていいますか、こう、まあ、課題っていいますか、なのかなと。要するにそういう本当に問題意識を持って、まあ、そういうジャーナリズムの役割であるとか、まあ、どういう課題を設定していくのか、まあ、アジェンダセッティングって言いますけど、そのいうようなことにもきちんと意識を持っている人たちの、まあ、そういう連合体っていうか、まあ、ここにいろいろな活動をしながらこうそういう連合体をこうどう作っていくのかっていうのが、まあ、これからのまあ一筋の希望っていうんですかね、かなと思ってるんですね、うん。で今回僕も3月11日から4日間福島行ってきて、まあ、非常にこう印象に残ったのは、その
現地ではやはりこう3つのキーワードがあって、要するに分断と効率と対立なんですよね。要するにそのもう日常、要するに朝起きてからもう例えば、まあ、まず家族がバラバラで住んでるということも随分増えてるんですけど、例えば3世代で一緒に暮らしたのが3カ所に分かれて暮らしてるっていうこともあるんですけど、例えば布団を外に干していいのかどうかからまた始まってですね、この朝の食事、食材は どうした、そこからもう要するに、まあ、変な話家族の見解の違いが出てきたりとか、もう、まあ、例えば子供を送るときに宿題忘れてないとか、そのちゃんと勉強道具大丈夫じゃなくて占領権持ったのっていうところから始まるわけですよね。要するにそのそれに慣らされていくっていう部分もあったりとかですね。でもう本当にあの家族もコミュニティも町もそうですし、その例えば ある人が言ってましたけど、心はふるさとにあるけど頭ではとてもふるさとに帰れない、要するに本当に思い出の地で心はそのふるさとに帰りたいんだけど、冷静にこう考えてみると本当に帰れないよねというような思いであるとか、その現場の人たちが、要するに現地の人たちがそのどういう葛藤を今抱えてて、例えば報道も含めてそういうまあ、性犯罪であるとかメディア、まあ、学者専門家に対するどういう不信を持ってるのか、まあ、なかなかこうそういう人たちに、まあ、問題提起してもなかなか届かないのかもしれませんけど、やっぱりそういうことを本当に真剣に考えていかないと、まあ、変な話、僕なんかはもうね、あとどんなに頑張って20年とか30年ぐらいではそれはもうあれでしょうけど、やはりこう子どもたちのことであるとか、やはりこうそれは母親たちは心配ですしね、どういうこう、まあ、メディアもどういうメディアを残していくのかっていうか、っていうことをきちんとこう本当に、まあ、今でもいろんなことで言われてきたんですけど、本当考えていかなきゃダメだと思いますし、僕は阪神淡路大震災もずっと震災が発生してから1月12日95年の1月17日に発生して、まあ、その月末に入ってもう1年ぐらい7回ぐらい通っていろいろこう、まあ、後で一冊にまとめたりしたんですけど、その阪神淡路大震災に比べて今回の震災、東日本大震災原発事故の方がどうも忘れられていくスピードが速いような、まあ、その印象なんですけどね、どうもその被災地とそれ以外の温度差の広がり方であるとか、そのあこういうことはあったんだっていう、まあ、あったっていうか、もう現在も進行形なんですけどね、要するにどうもそういう広がりがね、なんとなくこう温度差とかそのも含めてこう忘れられていく、温度差が広がっていくスピードが阪神淡路大震災よりなんかこう早いような気がして、非常にそこら辺もちょっと危機感を持ってるんですけどね、うん、まあ、そのためにもやっぱりこうもう継続は力で、やはりこうそういう問題意識を持った人たちが、まあ、ネットで、まあ、番組で、継続的にこうどこまで持久戦を、まあ、展開していけるかということが本当にこれからますます大事になってくるなと、やはりこう福島のローカルの問題に押し込めて、いきそうな、まあ、ムードもありますけど、もうそうではないということを改めてやはりこうきちんと考えていかなきゃダメだなというふうに思ってます、うん、最後に伊藤さんまあ今、まあ、広川さんと小田切さんそれぞれこの、ね、5日間の映像プラス、まあ、現在のテレビ報道についてもちょっとコメントいただいたんですけれども、うん、まあ、3人の中では、まあ、より研究者ということで伊藤さん、まあ、今回私はこの今ね3つの事故調査委員会ということで政府の事故後の対処とかですね避難についてはその政府の事故調査委員会とか国会の事故調査委員会と民間の事故調査委員会といろんなこと明らかになっているんですけれども、今回まあこの番組をいろいろ作ってみて結構
分からないこといっぱいあってですね、私たちもこう3人しかスタッフいませんから、あの全然現場とかも行けているところと行けてないところがありますし、見れてるものとも見れてないものもあるし、特に情報ソースがどこの段階で何を誰がどういうことを知っていて、ね、何を出して何を出さなかったっていうのもすごいあの分からないという中で、あるいは発言もですね、今改めて聞いて、まあ、あの非常にこう確実にあの誤報と言えるようなものもたくさんあるわけなんですけれども、これは例えば森、例えば詳細な、ね、調査とか、まあ、次のより良い環境を作っていくというか、逆に言うとこの今の事故の事態をですねきちんと認識するためにも何かこう必要なんではないかなという気もしてきたんですけれども、伊藤さんは、まあ、あのこの、まあ、本を書かれて、あるいはその現状の報道に、まあ、あのを 見ながらですね、今どういうことを一番なんかこうやっていかなければならないというふうにお感じになっていらっしゃいますか。そうですね、あのテレビ局、まあ、僕も全部把握しているわけじゃないんですけども、テレビ朝日が、昨年の暮れに一応検証番組を1回やったと思います、はいはい、それから 3.11 の時に、まあ、全局、その1年経過した時点でということで、まあ、番組を作ったわけですね、はい、それから、放送記念日に NHK も、検証番組ということで、出したわけですけども、まあ、僕の目から見る限り、あの広川先生さっき、おっしゃったようにですね、自分がいる立ち位置を非常に安全な場所に置いて検証しているだけだなという印象をすごく強く持ったんですね。で、あの、まあ、大学に勤めているとですね、その原子力工学であるとか、その放射線医学であるとか、あるいは農学含めてですね、あるいは海洋汚染に関わるですね、科学含めて本当に日本の科学全体がもう自己検証しなくてはいけないという、なるほど、あらゆる領域がもう自己検証しなくちゃいけないということだと思うんです、うんうん、でそれと同じレベルで実はメディアもメディア研究者も本当に自己検証しなくちゃいけないと思うんです。でそういう他のその学問分野あるいはその業界でもいいですけども、本当にその、津波に関して本当にこんな防災でよかったのかっていうですね、いうことでの自己検証が始まってる中で、メディアも本当にこんな報道でよかったのか、どこが問題だったのかっていう自己検証があまりにもないと思うんですね。でもうこれから本当に巨大地震も起きるということが確実視されている中でですね、本当にこう原発が 3.11 をですね繰り返すという可能性非常に高いわけですよね。でそれに向けてもそのメディアが本当に今回のその報道をどのような取材ができたのかできなかったのか、取材があったけども伝えられなかったのか伝えようとしなかったのか含めてですね、立ち入った本当に自己検証しない限りですね、本当にどうするんだというくらいの危機感をぜひ持ってほしいと思うんですね。で研究者もある意味でテレビ研究って非常に難しくてですね、久石さんも今回その映像を集められるのに非常に大変苦労したと思うんですけども、もうなかったことにはできないわけです。もう誰もがちゃんと映像を撮って検証できるという時代になっているわけですから、その中でですねテレビ局も本当になかったことにはもうできないという地点にちゃんと立ってですね、ぜひ自己検証してほしいと、うん、で自己検証が本当にできなければ、私は BPO とかってちょっと僕は批判的な位置をで、ね、あの小田国さん BPO されてるんです。クビにならないといけない。これでクビになったらどうしよう。あの他の業界とか企業と違って、メディアに関しては僕は外部機関がですね、まあ、BPO ちょっと違うかもしれませんけども、うん、あの外部機関が何か口を出すということは極力避けるべきだ、うん、まあ、そういうことです。それはもう本当にメディアが自分で自己検証することに事実的にやるしかないというのはまあ私の立場なんですけども、まあ今回のこの事例に関してはその短期、例えば1年とかですね1年半とかというその短い期間でもですね、外部の方がちゃんと例えばそのメディアその調査委員会
とかですね、立ち上げて本当にどういう取材が行われてどういう内部決定が行われたかまで含めてですね、自己検証する必要があるかもしれないなというふうに思うくらい厳しい状況だというふうに私は今考えています。うん、なかなかメディアの場合やっぱり情報源の、ね、問題もあって、その簡単にその外部が、ね、検証するというのもよっぽど それ自身に問題がないときに、まあ、とっても難しいんですけど、これを、ね、とはいえ放置していいのかっていうところもあって、ただこれは もちろんその1000万人2000万人って多くの人たちが見て影響を受けている、そのある種 その最も影響力のある情報源なので、やはり、これを機会にですね、まあ、ちょっと今回本当初めての試みでこう番組を作って放送するという、これも訴訟の、ね、リスクもあるんじゃないかと思いつつもですね、やはり誰かがやらなければ次に進まないということでやってるわけなんですけれども、ぜひまあ、私たちのところに映像ありますし、あと先ほどから、出ていただいている伊藤守さんのもう一回ちょっと紹介させていただきますけれども、テレビは原発事故をどう伝えたか、これもたくさんの引用があってですね、いつ誰が何を言ったのか、どういう報道がされたのか分析されているので、一度ぜひ読んでいただきたいと思いますし、それから、小田切さんのですね、 NHK の一人勝ちの功罪、これはもちろん初期の部分と、まあ、後半の部分の NHK の部分もね、組織を普段考えてない、公共放送とは何かって考えてない方にとってみればちょっと専門的な部分もあるかもしれないんですけれども、ぜひ手に取っていただければと思いますし、それからこの、まあ、保存版とも言えそうな DAYS のですね、4月の増刊号、これは本当に資料価値があって一家に一冊あったら必ずいいんではないかと、私たちもこれ本当に参照してですね、番組チェックすることができたんですけれども、やっぱり今後ね、自分たちのこう被爆とそのメディアとの関係っていうのもそれぞれ個人個人でね考えることがあるかと思うんですけれども、ぜひ見ていただきながらそれぞれの立場でですね、感じたこと、私たちアワープラネット TV にも寄せていただければと思います。今日とってもたくさんのツイッターのコメントが入っていて、まあ、一体どのぐらいあるのか全然ちょっと把握できないぐらいの数なんですけれども、まあ、これも後からしっかりと拝見したいと思いますし、もし、このテレビ報道に関しまして、伊藤さんはもちろん今後も検証されていくと思いますし、小田切さんもさまざまなルートを、ね、持ってテレビ局の方々にお話を聞かれると思いますので、時のあれは、まあ、どういうことだったんだろうとか、視点をとか感想をですね、疑問いろいろお送りいただきましたら、継続的にねこういうものもやっていけたらというふうに思っていますので、引き続き、よろしくお願いいたします。で宣伝になりますけど、こうしたアワープラネット TV の番組はですね、まあ朝日ニュースターの番組は終わってしまったんですけれども、引き続き寄付や会費で運営しておりますので、まあ、ぜひご支援をしていただければと思います。それから、広川さんの方が今、プロジェクトを始めてらして、これは本当に私は重要なプロジェクトだというふうに思ってるんですけれども、ちょっとどういうプロジェクトか、まあ、今までのですね避難という問題がもう国を中心にうまくいってないということの裏返しで民間で やってるとも言える、もう最も日本で大きく初めて そのプロジェクトなんですけれども、ちょっと広川さんの方からご説明いただければと思うんですけれども、子どもたちが疎開する権利があるっていう、だからそれがなかなか認められない、だからせめて保養っていう、我々チェルノブイリ のウクライナとベラルーシにそのサナトリウムを作って二十数年間それを支えてきたんですけれども、だから今必要なのは日本で、しかも国が挙げてやらなきゃいけないときにそれをやらない、やってしまうと自分たちがそれが危険な状態だということを認めることになるという、そういうことになって、あくまでそれを安全というふうにやる、その犠牲者になっていくのはまず子どもたちという、だったらとにかくまず子どもたちの保養センターというのを作るという、その個人的ないろんな団体が日本中でいろんなところでそういうような受け入れをしているんですけれども、継続的なそういうセンターっていうのを作りたいと思って、だからそれでいろんなところでやってて、その声かけたんですけれども、沖縄の太田元知事がそれにまず
じゃ あ, あの紹介したいっていうふうにおっしゃっていただいて、それで久米島っていう島に行ったんですけど、そこは役場とかそれからその自治体の人たちが大勢あの自分たちが関わるっていう、そういうことをおっしゃったんですね。まあ、あの福島のあの事故が起こって一番最初に手を挙げられたのもそこの島だったんですけれども、それであのそこで我々一つの使っていい土地っていうのを使わせていただいて、それであのそこで子どもたちをあのこれからあのどんどんあの入れていくっていうのか、1ヶ月交代ぐらいでその保養によって体の抵抗力を増すことによって被爆した人間でも発症するのを防ぐことができるっていう、そういうまあ我々の経験なんですけれども、そのためにそのものすごい美しい場所なんですけどね、はい、その久米島というところに今施設を今改修しているところです。あと2ヶ月ぐらいで終わって子どもたちの受け入れを始めるというふうに思ってます。そうしますと今年の夏ぐらいには授業が開始できるような形ですか？もっと前に、希望してるんですけどね、7月か6月の終わりぐらいにはお母さんと小さな子どものグループをまずそこに入れて、うん、それから夏休みにはその学童、そして今あのいわきの方での我々 の, あのグループはその県 の, その教育委員会に対して学校とクラスごと一時期でもそこにあの移すような許可を出してほしいという、そういう署名運動も始めるというふうに言ってますね。じゃあいわきではその、保護者の間で、学校ごとの保養というのを、まあ、求めるような動きも始まっていて、まあ、政府というかあの国会の方でもですね、今あの民主党の、まあ、政府の与党側もそうですし、それからあの、野党側もですね、全党が一致してあの子どもと妊婦のためのですね、そういったこう、支援、生活支援とか被爆に対する健康管理とかを求めるような、あのそれぞれこうあの立法がされていて、まあ、早期それをなるべくいい形であの成立させてくれっていう動きも出ているところではありますけれども、まあ、そういったあのことが、ね、進む前にもこういう形で民間で、ね、進めてらして、これはやはり寄付が重要なわけですよね。私たちの番組もそうですけれども、なのであのぜひちょっとあのデイズのホームページとかに見れば詳しいことが載っているんですね、はい、なのであのぜひ、こちらの方も、ね、支援していただければというふうに思っています。であの先ほどあの小田切さんがですね、やっぱり そ, のそれぞれ の,、ね、あの広川さんもそれぞれの小さい抵抗があってっていうような話もされていましたし、あのいろいろな人たちが少しずつこう結びついて何かこう変えていかないと、このまずいひどい状況がまあ変えられないのかなという気がしておりまして、アワープラネット TV ではですね、4月11日あさって東京のですね、文教シビックセンター小ホールでシンポジウム、ポスト311代のメディアとは公共的なメディアを取り戻す作戦会議ということで、シンポジウムを開催します。さまざまなですね、例えば東京新聞の特報部の野呂あのさんとかですね、それから今あの原発とメディアというのを朝日新聞で執筆されています熊本さんも今なんか先ほど電話があったら青森の方に取材に行かれているそうなんですけど、あの急いで戻れそうだということなので来ていただいたりします、それからですね、司会はあの野中智代さんってもともとキャスターされてた方ですけども、まあ、彼女がぜひ、まあ、何かこう時代を変えていかないとまずいということで司会をコーディネーターをしていただくことになっているんですけれども、鎌中ひとみさんなども来てくださることになっていて、なるべくこう多様な人たちが今もそのこれだけひどい事態が起きているのに全体がこうなんとなくムードとして変化がこう見られないという中で、まあ、何かこう変えていかないといけないなというの、私たちメディアも何かやっていかないといけないので、そういうことをしようと思って、ぜひ広川さんたちもねずっとこうデイズでこの問題引っ張っていらっしゃるので、なんかいい形で突破できるというかプロジェクトが進められたらいいかなというふうに思います、うん、何か最後にコメントすることありましたら何かないでしょうか？特になければ大丈夫ですか？はい、大変ちょっと長い時間になってしまいました、7時半から始めまして気づくと4時間で当初3時間なのっていうふうに広川さんに言われたんですけどごめんなさい、無事デイズは考慮できたのか明日ないじゃあ急いで帰ってこれから考慮ということなんですけれども、
皆さん、4時間にわたってご視聴ありがとうございました。3人の皆さんもありがとうございます。またこれからもこういった検証やるかもしれないので、ぜひ皆さんまたいろんなことを教えていただければと思います。じゃあご視聴していただいた皆さんもありがとうございます。